チェリュースキン救難に活躍した AV ラピジェフスキーを記念した切手。チェリュースキンはソビエト連邦の蒸気船である。1933年、ムルマンスクから北極海を経由して太平洋へ至る北極海航路を砕氷船を使わずに通過する可能性を確認するための航海を行った。9月に氷海に閉じ込められ、1934年2月に、 沈没したが、ベイリング海の入り口にまで到達したので、通常の汽船でも一夏の間に、北極海航路で太平洋に到達することが可能であることを示したと評価された。上院は、チェリウスキネツと呼ばれ、称えられた。チェリウスキンは、デンマークコペンハーゲンのバーマイスターウェインゾー船所で建造された。1933年3月11日に浸水し、 同年5月6日に試験公開を行った。同年6月3日には、レニングラードへ自力開港された。当初は、レーナカワにちなんで、レーナと命名されていたが、1933年6月19日付で、チェリュースキンに改名された。この鮮明は、18世紀のロシア帝国の航海者で、極地探検家の SI チェリュースキンに敬意を表したものである。 1933年7月16日には、チェリウスキンは、ソビエト連邦科学アカデミー巡回員の大湯、シュミットを隊長とする探検隊を乗せ、クロンシュタットからムルマンスクへ向けて出航した。船長は、局地航海に長けた、VI ボローニンが務めた。航海の途上、コッペンハーゲンのドックに立ち寄り、いくつかの箇所を修繕した。 1933年8月2日に112名を乗せてムルマンスクを出発しウラジオストクを目指した。当初は再氷船の助けを借りて航海することが計画された。マトチキン海峡からから海へ抜けようとした際に最初の流氷に遭遇し、チェリウスキンは再氷船の助けによって海峡を脱した。9月1日には 船と同じ名前の由来を持つチェリュースキン岬まで達した。畜地海において、チェリュースキンは一面の海氷軍に遭遇、9月23日には完全に身動きが取れなくなった。その1年前、シュミットとボローニンの指揮する蒸気船、アレクサンドル・シビリャコフが流氷によって遭難した、まさに同じ海域であった。チェリュースキンは、上員を乗せたまま漂流を始め、 5ヶ月も、氷海の中を漂った。流氷が都合よく移動した結果、1933年11月4日には、チェリュースキンは氷号と、ベーリング海峡に入ることができた。氷のない海域まで、あとわずか1回り程度であろうと計算された。しかし、その後、チェリュースキンは、逆方向へ流され、北西へ向かった。1934年2月13日、 チェリュースキンは、畜地海の古竜神島沖で大きな氷塊と衝突した。そして、ついに船は氷の圧力に耐えきれず沈み始めた。2時間のうちに完全に沈没したが、その前にも似たような危険な状況を味わっていた乗員らはすでに緊急脱出の準備をしており、船が沈み切る前に氷の上に脱出できた。シュミットとボローニンは最後まで船に残った。 氷上にレンガと板を運び出すのにも成功し、それを材料に避難所として使用する掘った手小屋が建てられた。一部の乗員が、もろもろの事情でチェリュースキン・岬で下船していたため、事故の結果、氷の上に取り残されたのは104名であった。経理部長の BG ・モギレービチは、船が沈没した際に積載物にぶつかって死亡した。事故の2日後、 モスクワでは救助のための特別委員会が組織された。VV クイビシェフが委員会を率いた。捜索と救助は航空機を用いて行うこととされた。一方、表現に逃れた乗員らは、わずかなスコップ、雪ショベルやバールで滑走路を作り、救援の航空機を待った。4月に全員が救援されるまで13回滑走路を作り直さなければならなかった。3月5日、 最初の航空機が事故現場を訪れた。AV リアビジェフスキーの操縦するアンとマイナス4である。アンとマイナス4は避難所から10名の女性と2名の子供を乗せ飛び立った。次の航空機が到着したのはようやく4月7日になってのことであった。航空士の VS モーロコフ、NP カマーニン、MT スレプニョフ、MV ボドピアーノフ、IV ドローニンは 一週間のうちにすべてのチェリウスキン乗員を救助した。最後の飛行は4月13日に行われ、飛行士は全部で24回の飛行をこなした。救助された乗員らは航空機によって畜地半島沿岸のバンカレムまで運ばれた。この村は船の避難所から140ないし 160km の地点にあった。一方、チェリウスキンで海氷観測を行っていた。 航空士 MS バーアーブ資金と帰還し、バラビンは4月2日、小型の水陸両用飛行停止マイナス2を操って、自力でバンカレムまでたどり着いた。その後、何名かはウェーレンまで空輸されたが、53人の乗員は歩いてウェーレンに向かった。局地での越冬を余儀なくされた104名は、全員が救助された。しかし、シュミットは重病にかかったため、政府の判断で、 アラスカ州、ノームの病院へ送られた。捜索や救援に当たったパイロットたちは、新たに設けられたソ連邦英雄の称号を受けた。AV ・ラピジェフスキー、SA ・レバネーフスキー、VS ・モーロコフ、MT ・スレプニョフ、MV ・ボドピアーノフ、NP ・カマーニン、IV ・ドローニンである。ラピジェフスキーは、重爆撃機 TB-1 の民間型であるアント・マイナス4で飛行し、 スレプニョーフとレバネーフスキーは、この救助のために、アメリカ合衆国から入手した、コンソリデーテッドフリー,ートスターを用いた。レバネーフスキーの蒸気は、事故のため実際には一人の遭難者も救助、できなかったが、その努力は受賞によって報われた。その他のパイロットは R-5 で飛行した。二人のアメリカ人パイロット、クライド・グッドウィン・アーミステッドとウィリアム・レーティマー、レイバリーも、 創作と救出に参加し、1934年9月10日に、霊人賞を贈られた。これらの英雄的な行為を記念して、ヤロスラブリの中央広場やミンスクの公園に、チェリュースキンの名前が付けられ、マリーナ・ツベタエワは、救援隊を称えるし、チェリュースキン地を作った。チェリュースキンは、ベーリング海の入り口で氷塊に閉じ込められたので、ソビエト連邦政府は、この探検では、 一夏の間に北極海経路で太平洋に出ることが可能であることが証明され、おおむね成功であると評価した。その後の実験の後、北極海経路は公式に開かれ、1935年に商業利用が開始された。1936年には赤旗勲章受賞バルト艦隊の一部が日本との武力紛争が迫っている極東に北極海経路で移動した。 第二次世界大戦中には逆に太平洋艦隊の艦船が同じルートで北方艦隊などへ編入するため開港されている。少なくとも4度にわたって沈没した船の捜索が行われ2006年9月に畜地海の50メートルの深さに残骸が発見された。極地探検家の AN チリンガーロフは引き上げて博物館に展示されるべきであると主張している。 ありがとうございます。